練習のそのメニュー的なものはどちらかというともう美和ちゃんが今日はこれやるっていうのを考えながら今やってる感じ。そうですね。まあでもコーチもちょこちょこは言って結構練習するようになってます。今前までは本当に8人ぐらいだったんですけど、今は少なくとも7、3人 あんま変わってないかもしれないですけど その自分が思い描くその究極のその選手像っていうか、どういう選手にもなりたい、もう最強の女王になりたいとか、そういうのとか。何でもできる選手、どこからでも引き返せる選手、なんかもう粘り強いっていう風な選手になりたいなって。に切磋琢磨してできるライバルと一緒に粘り合ってこう競り合ってどん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 強くなっていくっていうのが私の選手像かなって思います。ライバルがいなくなったら面白くないです。